本番いきます。よーカメラ OK 音 OK 役者 OK よースタどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ズバリあなたはエッグピローを使ったことはございますか？首と枕を組み合わせたこちらの商品は、座ったままで寝た場合頭がカックンカックンガクンとこれらを回避することができます。自宅オフィスはもちろん、旅行先など様々なシーンで使える心身ともにリラックスができるお役立ちアイテムを紹介します。開封の儀こちらでございます。ネックピロー柔らかおお。こちら付属のポーチです。そしてこちらが本体です。こちらのネックピロー、重さはわずか 370g、 とても軽くてこちら丸めることでこのようにコンパクトになります。そのため持ち運びがしやすく、手荷物としてトランクケースにかけておくこともできます。使用方法について、表面保護布を引き剥がします。ネックリフトを固定、首に巻きつけます。細長い方が最後に首にきます。なのでこう、そしてこうです。はい、サイズも自分の首の太さによって変えることができます。では早速つけていきたいと思います。はい、こんな感じでございます。体幹なんですけども、あ、楽ですね。こうすることで首のカックンカックンができなくなりますね。ゆっくりとじわーっと沈み込むような感じです。横もこういう感じで本当に首が固定されていきます。ちょっときついなと思ったらサイズが自分で自己調整することができます。はい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 、確かにこれはいいかもしれないな。ちょっときついかな。もうちょいちょっとゆとりを持とう。うん、このような感じです。効果、使用について、こちらの首枕は独特の形状設計を採用。こちら360度首と頬にフィットし、快適に包み込むように支えてくれます。本体大きめな作りのため、均一に力を分散、ゆっくりと包み込まれるような体感です。こちらを使うことでいびきだったり口を開けてしまうといった状況を事前に防ぐことができます。また内部構造により一時的な昼寝をする際、頭と首を直立させるため、これを使うことで首カックンを防止することができます。素材について、こちらのネックピロー、超柔らかい高密度反発面を使用。通気性はもちろん、夏でも快適に使用することができます。こちらよく見ていただくと、高度な記憶スポンジにより5秒スプリングバック技術を採用。首を干渉し圧力を緩和、快適な睡眠体験が期待できます。なお、汗をかいてしまった場合、この速乾性がある枕カバー、こちらを剥がして洗濯を行うこともできます。こちらのネックピロー、持ち運びもできますので、旅先でも最大限の休息を得ることができます。飛行機の中でも、車の中でも、列車の中での一時的な休息、ぜひこちら旅行の相棒などにいかがでしょうか。
本番いきます。頭と首を持ち運びをで